帰ってきました。アイバー宮崎ゴルフクラブです。で、お気づきですか、私ちょっとウェア買っちゃいました。ユーティリティをキャロウェイにしたので、ちょっとキャロウェイの帽子とキャロウェイのこのベストと、あとね、もう一個キャロウェイのスカートを買っちゃいまして、でこのね、ジャックバニーと、あのファンの方がくださったこのルコックのメーカーのこの黄色バージョンをちょっと買ってみました。で、この靴下はあのエースアンドレアっていうブランドさんからちょっとご提供いただいて、このエースアンドレアさんは細身のゴルフウェアで、あの20代の姉妹の方が作ってるブランドなんです。だからとっても可愛いので、ぜひ皆さんインスタとか、あと概要欄にも貼っておくのでチェックしてみてください。早速行ってきます。今日はどうかな、白帽プレイです。言い忘れたけど、キャロウェイを3つ買ったのは、あのお店がキャロウェイを3点以上買えば 15% オフっていうのをしてたんで買ったのよ。もう合計金額聞かないで、活動資金超赤字だから。まあでもね、いいんですよ、楽しくゴルフができれば。で、今回このステルスのドライバーコース初おろしでございます。ちょっとね、まだ仲良くなりきれてないところはあるんですけど、あ、もうまっすぐだ、ピン、もうほんとピンに向かってまっすぐ、ちょい右ぐらいに落ちれればいいかな。ではお願いします。おお、やっぱすごくいい。いや、ステルスくんすごくいいお仕事をしてくれてありがとう。いい相棒ですよ、これはすごくいい。買ってよかった。行ってきます。視聴者さんにいただきました距離計を使います。初めてです。よし、まずは何どれくらいあるか、ここからピンだよね。いや、わかんないな、目測だったら私全然わかんないけど、逆か。110なんで、なるほど。あ、え、早速このマーベリック110、飛びすぎですね、マーベリックじゃ。飛ぶかもしれない。あれ、そんなことないか。やってみましょう。ちょっと初めて、このキャロウェイマーベリック6番ユーティリティもコース初おろしでございます。いや、これでも飛んじゃうかも、普通にやったら。結構軽くでいいな、本当に。ビビっちゃった、もうちょっとやってよかったんだ。いけます、いけます。まだ3打目でしょ、次でパー4でしょ。パー狙えますよ。 OKOK、 私の場合は7番かな。ん、2打目、次3打目。方向がフェースが開いてしまった。でもなかなかグリーンに近いです。3打目、あれで4打目か。いや、これ私パターだな多分。いやー、エスか。おー、今日はちょっとパターを練習してないな。上りですよ、結構あるから。あ、大きかったかな。大きかったんだ。グリーンめっちゃ転がる。あ、思った以上に転がる。あ、もうちょっとだった。こうかな。取りでした。次のコースはもっと良くします。
スリーですか。あ、パースリーじゃあどうだろう。これ距離は135。あら、135？ ステルス150は飛んでないか。大丈夫です。ワンオンを狙いましょう。うわ、待って、左手に池とバンカーがある。心理的プレッシャーが。飛距離は持ったことなかったけど、全体的にはオッケー。ダメ。おお、なるほど。これは、あ、どうしよう。パターかな。やっぱり怖いので。いや、練習なんで。挑戦しますか。じゃあ、伊野さんに習ったあれです。止まるアプローチ、あれをやりましょう。ゆっくりですよ、ゆっくり行きます。ゆっくり。あ、方向はあれでしたけど、弾道はすごく良かったです。伊野さんに教わったレッスンの通り。そっか、方向でも良かった。グリーンオン、変にトップとかしなかったから。はいはいはい、なるほど。上りです。上ってます。ちょっとここ傾斜があるから難しいな。入らない予感がしたんだよな、さっきも。ここはいるよ。あー、ダメだ。鳥でした。ここ傾斜があって、なんかちょっと難しい。あれ、難しかった。でも鳥。あ、それぐらいからあるか。お、おお、これはステルスが大活躍な距離感だな。おお、なるほど。あ、思いっきり振ろう。ナイスショット。あ、あ、もしかしてバンカーに落ちたかもしれません。はあ、バンカーかな、これは。うわ、バンカーってもしかして全然距離いってない感じ。私250。え、これどうしよう。やっぱ木の間を縫っていく。まあそうですね。おー、ナイスショー。ナイスショー。上がってくれた。うん、大丈夫。大丈夫、リカバリーできる。リカバリーできます。やります。今、2打目、次が3打目か。はぁ、え、191？ ?6 番ユーティリティの飛距離ってこんなんでしたっけ？
まあ、もちろん私の力不足もあるんですけど、一番ユーティリティってある？いや、まあ、ドライバー、それドライバーだな。あ、ダメだ、ちょっと遠回りした、遠回りだ。あー、反省。ってなるとやっぱカートを動かそうか。グリーンに乗せたい。グリーンオンです。グリーンオン、とりあえず OK。 すごいな、ここに来て登ってるもんな。まあ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  OK、 これ沈めればだ。しかし傾斜です。これもすごい、こっちが高くてこっちが低い。あ、ほらね、トリーダブプラス4だ。うわ、え、本気で難しい。このグリーン傾斜ばっかり。あ、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタ、フェイスブックもぜひフォローしてください。